どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の8月8日、月曜日でございます。はい。現在の時刻は朝の6時56分ですね。はい。もうほぼ7時ですけどね。はい。ここ最近で一番遅いんじゃないかなとは思います。うん。まあちょっと、はい。昨日の配信でも言いましたが、ね、私コロナで陽性が出まして、はい。まあ、ちょっと体調があんまり芳しくないので、ね、なるべく自分のペースで、うん、できるペースで、うん、できる時間帯にね、やれたらなと思ってます。はい。まあ、昨日今日とかね、なんか、目覚ましかけずにね、普通に自分が起きたい時間に、まあ、起きたりとかしていますので、まあ、ちょっとね、うん、今日みたいに遅い時間にはなってしまいますが、はい。まあ、ちょっとね、気合で、ポッドキャストの方は頑張ってやっていきたいと思ってますんで、はい。よろしくお願いします。はい。体調はね、少しは、いいのかな。今の状態だけで見ると、うん。昨日の朝の配信の時が、まあ、だいぶひどくて、うん、まあ、熱ね、途中で配信中に測りましたけど、配信中じゃない、収録中か。収録中にね、体温を測りましたけど、38度2分ぐらいだったかな？確か。38度だったかな？うん、くらいある状態だったので、まあ、だいぶね、苦しい状態での収録にね、まあ、なっちゃったわけですけど、うん。で、あの後、まあ、朝ごはん、ね、普段朝ごはん食べないんですけど、なんかちょっとお腹空いてきたので、まあ、薬も飲みたかったしね、うん。なので、まあ、ちょっと朝ごはんとして軽くね、食べ物を食べて、で、その後ね、ロキソニン、解熱鎮痛剤を飲んで、はい、過ごしました。で、そしたらですね、まあ、薬がやっぱ効いてきたおかげか、熱は下がりまして、昨日の、昼間、うん、まあ、薬を飲んだ、だいたい8時ぐらいかな、飲んだのね。8時、7時ぐらいかな、に飲んで、で、まあ、午前中、そして夕方くらいまでは、まあ、普通に元気でした。はい。うん。で、問題は、まあ、それで熱が上がったのか、下がったのかっていう問題。うん。それ以降ね。なんですけど、昨日の夜に関しては、また熱が上がりました。はい。うん。やっぱね、夕方くらいから、徐々に熱が上がってきて、で、夜寝る前に測ったら38度までね、熱がまたぶり返すと言った感じでしたね。はい。で、また夜寝るときに、ね、熱高かったりね、頭痛かったりすると寝つきが良くないということで、またね、ロキソニン飲んで寝ました。はい。昨夜はね。ただね、薬があまり効かなかったのかどうか、ちょっとよくわかんないんだけど、あまり寝つきが良くなくて、うん。一回11時ぐらいにね、目が覚めて、うん。うわ、まだ11時かよ、みたいな。で、その後もね、何度か、暑さっていうかな、まあ、なんだろうね、よくわかんないんだけど、目が覚めてね、あまり快適に寝れたかっていうと、そういう感じではなかったね、今日はね。うん。ただまあ、熱はね、今日は朝起きて、現在、ですね、36度台ぐらいまでね、まあ、下がってる状態がまあ維持できてるっぽいので、まあ、そこは良かったのかなとは思いますね。うん。だから昨日は朝起きて、熱がねだいぶあってね、ちょっと大変な状態だったんですけど、今日は、比較的体温も安定してるというか、うん、まあ、36度台なので、まあ、そこまで苦しくはないですね。うん。ただね、頭が痛いのと、うん、今ね、頭が痛いのと、あとはまあ、伝ってるかわかんないけど、ちょっと鼻声、うん、ちょっと鼻詰まりなのと、やっぱ喉が痛かったり、咳が出るっていうところがあるかな。うん。まあ、それ以外はそんなに刺して、特にこれといった症状はないかなと
思いますけどね。うん。ああ、でも、あれかな。ちょっとお腹が痛い。痛いってほどじゃないんだけど、下痢気味かなと、思ったりはするかな。そんな何回もね、そのトイレに駆け込んで、お腹下してるっていうわけじゃないんだけど、なんか、これまでのね、その、調子良かった時の、その、便の状態に比べると、なんかちょっと下痢っぽいような、形っていうかね、状態かなと、ふうには思いましたね。なんかでもまあ下痢っぽくもなるっていうふうにもね、確か聞いてたので、まあそういうのもあるのかなと思いますけどね。はい。はい。まあそんなこんなでね、まあ、とりあえず、今朝の状態としては、まあ、比較的、まあ元気ってわけじゃないんだけど、もう落ち着いてはいるのかなと思います。はい。いやーでも、ね、発症してから何日だ？4日くらいかな。4日くらいか。ちょっと、計算してないからわかんないけど。ね。結構ね、熱上がったり下がったりをね、まあ、繰り返してる感じにはなりますね。ロキソニンっていうね、解熱鎮痛剤を飲んでるからっていうのもあると思うけど、まあ、それでやっぱ一時的に熱がね、こうギュッと下げられるから、それで下がってるだけなのかもしれないけど、まあ、ただね、もうずっと、熱が上がりっぱなしっていうのもさすがにちょっときつすぎるのでやっぱね適宜やっぱ辛い時は解熱鎮痛剤とかを飲んでね熱を抑えていかないとちょっと体力的にやばいよね。まあ上がったり下がったりするのも逆にそれはそれでなんか大変なんだけど、まあまあまあでも昨日の夜ね夕飯の時に薬を飲んでからまあ今だいたいまあ何時間くらい、もうすぐ24時間くらい経過するのかな。してる状態で、今ね、熱が、まあ、下がった状態が維持できてるので、もしかしたらこのままね、熱が上がらないっていう可能性も、まあ、あるのかなとは思うけど、まあでも上がる可能性もね、全然あり得ると思うので、はい。まああまり油断せずにね、はい。行きたいと思います。ほい。いやー。鼻詰まりがね、ちょっときついね。呼吸がさ、鼻呼吸ができなくて、口でね、呼吸、なんかしがちになるというか、口で呼吸すると口が乾燥するからね、なんかこう、なんていうのかな。なんか、わかるよね。口呼吸で口が乾燥するときの不快感っていうの。ね。口臭もちょっと気になるしさ、ね。なんか口はね、そもそも、なんだっけな、呼吸をするための器官では、器官っていうかね、体の部位ではないらしくて、本来呼吸はね、鼻で呼吸するのが、まあ、人間としてはいいらしくて、そう、口はね、なんだっけな、呼吸ではなく、食べ物を食べる、まあ、部位というか器官らしいので、やっぱね、鼻で呼吸できないとかなりね、きついものがあるんですけど。まあでもね、鼻詰まって、ね、鼻で呼吸しにくいからしょうがないんだけどさ。はい。まあそんなこんなで。今は、まあ頭痛と、咳と、鼻かな。まあそんなところですかね。まあちょっと下痢が出るかなぐらい。はい。まあでもね、比較的まあ、元気っちゃ元気なんで、まあ今日ね、ゲーム実況ね、ちょっとやろうかなとか思ったりしてたんですけど、実は。朝起きて、あ、ちょっと調子いいぞってなって、あ、熱もないなと。さっき測って36度台ぐらいだったから、あ、熱もねえし、ちょっと元気だな、みたいな。まあ鼻声だし、まあ、頭痛いけど、これはゲーム実況いけるんじゃないかなと思ったんで、まあ、様子を見て今日も休むっていうのもありかもしれないけど、まあ気が向いたら、一応休む前提ではいますけど、もし今日ね、まあ大体ね、いつも午前中の10時、11時ぐらいからね、ゲーム実況やってるんで、まあそのぐらいの時間帯で、まあ、調子が良ければ、
状態がまあ安定していればね、ちょっと気が向いたらゲーム実況やるかもしれない。うん、まあ、やるとしたらヘブン・バーンズ・レッドかな。うんね、ヘブン・バーンズ・レッドやっておきたいなと思っております。はい、まあ、本当に気が向いたらなんであんま期待しないでほしいんですけど、うん、はい、まあそんな感じでございます。うん、まあコロナのね状態に関してはそんな感じなんですけど、まあさすがにねこの話だけだと、まあ昨日のねトークねと、まあさして変わりがないので、まあなんかちょっとね、あんまり長くなるとちょっと私の体力的にもちょっときついので、うん、なんかパーッと話せる内容ないかなと思ってたんですけど、まあ、昨日ですね、昨日、うん、昨日の時点でですね、クドラジの、アンカーでのね、総再生回数が、3万回を突破しました。はい、これは本当にもうイエーイって状態でね。はい。まあ昨日ね、あのコロナウイルスに感染しました。陽性でした。イエーイって言ってね。まあ、全然イエーイじゃねえじゃんっていう。うん、イエーイじゃねえんだよっていう話をしたけど、まあ今回のね、アンカーの再生回数が3万回突破したことに関しては本当にイエーイって感じだね。はい。うん。まあこんなね、タイミングではあるんですけど、昨日かな、昨日ちょうどね3万回突破してた、朝起きたらね突破してたんですけど、はい、まあちょっとね昨日はコロナの陽性のね話だったりをするのでちょっと精一杯でね、なかなかその話をする余裕がなかったんですけど、はい、3万回突破しました。うん、いやでも本当にね、なんだろうね、2万回突破した時がいつだったっけな。まあ、あの、エピソード数もね、まあ、どんどん増えていってるのもあって、ね、そう、あの、最終的な、その、再生回数っていうのが、まあ、どんどんね、伸びていくものではあると思うんだけど、うん、まあ、1エピソードごとの再生回数はそんなにね、こうボーンって増えてるわけではないんだけど、うん。まあ、でもなんか、あの、ちょっとずつね、あの、エピソード数も増えてったりとか、うん、まあ、1日1エピソードやってるからね、まあ増えていきますわそれはね。うん、でやってるし、まあかつなんだろうね、うん、あ、そういえばなんか Amazon Music のねアナリティクスの機能がね解禁されたとかっていう話も聞いてるので、まあどこかでね、うん、どこかのタイミングでちょっとそのデータをね見てみんなに話をしようかなとかは思ってますけどね。うん、はい、まあ、本当にね、聞いてくれてる人もちょっとずつではありますけどね、まあ、増えているみたいで、うん、なんかね Google のポッドキャストマネージャーとかちらっと見るとね、まあ、登録者登録者かな、うん、がねちょっとずつ増えてったりとか、まあ、YouTube の方もね、うん、まあ、ゲーム実況と一緒に投稿したりはしてますけど、うん、まあちょっとずつではあるんですけどね、まあ、見たり聞いたりしてくれてる人がいるみたいで、うん、はい、非常にありがたいなって思います。はい、まあ、本当にね今コロナになっちゃってね、ちょっとゲーム実況動画投稿できなくてちょっと申し訳ないなっていう気持ちではあるんですけど、うん、まああまり無理してもねちょっとしょうがないので、はい、でも本当に、3万回ね、達成できたのはね、あの、リスナーさん、聞いてくれたリスナーさんのおかげだと思ってますので、はい、本当にありがとうございます。これからもね、まあちょっとね、今コロナにかかっちゃって、話す内容がちょっと、ね、ちょっとアニメの話がなるべく、なかなかできないかなとは思うんですけど、まあ復活したらね、また、アニメの話題とか、やりたいと思いますし、まあ、今週は、あのね、ポポ犬のポポさんとの、スペース配信もありますので、はい。まあ、そちらをね、まあ、一回楽しみにしてもらったらいいんじゃないかなと思います。うん。まあ、一応、まあ、ポポさんにもね、まあ、コロナであることは伝わっているみたいなんですけど、まあ、昨日配信したしね、うん、昨日配信したやつを聞いてくれたらしくて、まあ、一応伝わってるみたいなんですけど、一応ね、まあ、やるつもりではいるんだけど、現時点では。まあ、今日ね、8月8日月曜日で、
今週の木曜日の10時からやるつもりなんですけど、まあ、どうしてもやっぱり、なんか、ね、熱が下がらないとかさ、ちょっと熱が上がったり下がったりを繰り返しているみたいな状態がやっぱ続いて、うん、ちょっとね、木曜日厳しいかなって私が判断した場合は、すいません。というふうに判断した場合は、まあ、ちょっとね、本当に申し訳ないんだけど、まあ、延期という形にはなるかなとは思います。はい。一応ね、まあ、今はやる予定ではいるんですけど、うん、まあ、ちょっとさすがにね、こんな状態でやるのもあれかなとも思いますし、うん。まあ、でも今日、ね、朝起きてちょっと、今さっき言ったけど調子もいいし、うん、まあ、明日の様子とかも見てかな。うん。ちょっと水曜日ね、前日、木曜日にやるんだけど、前日の水曜日にね、ちょっと様子を見て、ちょっとやっぱ無理かなって感じたら、前日水曜日のポッドキャストの配信で、まあ、やるかやらないかの判断はしようかなと思ってます。はい、一応ね。うん。はい、まあ、そんな感じかな。あ、いや、待てよ。一応ね、ポポさんには前日までにお伝えしますとは言ってあるんだけど、まあそうだね。まあ当日朝の配信に判断しようかね。うん。まあ最終的な判断は。うん。だね。まあポポさんにはね、前日までにね、まあちょっとお伝えしますけど、皆さん、この、ポッドキャストのね、リスナーさんに対しての、正式な発表は、まあ、木曜日当日の朝のポッドキャストでちょっとお伝えしようかなと思います。はい。やるかやらないかね。うん。ですね。はい。ちょっとギリギリまでね、できるできないの判断はちょっと、なんか、粘りたいなと思ってますんで。はい。基本はやるつもりでいると思っていてくれても全然いいと思います。はい。なので、まあ、ちょっと鼻声だったりとか、ちょっと途中咳が出たりとかする可能性はあるので、そこはね、まあ、ちょっと多めに見ていただけるといいかなと思うんですけど、うん。はい。ちょっとこればっかりはね、すぐには治らないんじゃないかなと、うん、思いますんで、ね、いや、もう本当に早く治ってほしいなと思うんだけどね。とりあえず、まあ、今は、あれですね、10日間だったかな。うん、自宅療養してくださいとのことだったので、うん。今日何日目だっけな？昨日、何日目だ？ん？今日で、なんかね、発症してから、だから私の場合、熱が出た日だよね。あれだ。喉が痛いっていう話をして、した日だね。うん、その日。その日の翌日から、ね、数えて10日目って言ったかな確か。うん。まあ、だから、発症日を0日目として10日間だったかな確か。うん。まあ、地域とかによってなんかルールいろいろ違うのかもしれないけど、まあ、そういうことになってるみたいです。はい。まあ、でもね、私は基本、ね、まあ、常に自宅療養っていうか、ね、自宅にいて、引きこもってる人間なので、まあ、さして生活スタイルは変わらないんですけど。ね。まあ、特に出かける用事もないし、うん。まあ、なんら、苦痛に感じてる部分はないんですけど、まあ、病気っていうかコロナでね、うん。まあ、咳が出るとか、頭が痛いとか熱が出るとか、まあ、そういう苦しみはあるけど、まあ、自宅療養における苦しみは全然ないかな。はい。まあ、なのでね、うん、まあ、今んとこ本当に自宅療養って言われて、うん、なんか別に苦しいっていうのはないので、はい。まあ、仕事もね、リモートワークですし、うん。仕事はね、8月の24だったかな、なんかね。ちょっとね、仕事で、はい、まあ、出社、まあ、リモートですけど、出社しなきゃいけない感じにはなってるので、うん。まあ、でもそのぐらいの時にはね、もう自宅療養もする必要もないと思いますし、まあある程度症状も緩和されてるんじゃないかなと思いますけどね。うん。
はい。まあちょっとなのでね、その辺まではちょっと頑張りたいなと思います。はい。というわけで、まあちょっとコロナのね、まあ、現状報告と、クドラジのね、アンカーの再生回数が3万回突破したよというお話でございました。はい。まあちょっと今日もね、まだね、全回復というわけではないので、ちょっとこの辺にしときたいなと思います。はい。まあ3万回突破した話とかね、まあアナリティクスというか、なんていうの？そのデータ？うん。ね。なんか、プラットフォームの話とか、うん。まあでもこの辺は、どっちかっていうと Spotify でプラットフォームに限った話が多いから、まああんまり意味はないかもしれないけどね。どっちかっていうとさっき言ったその Amazon Music のね、アナリティクスが解禁されたってのちょっと気になるよね。うん。はい。ね、ちょっとその辺はまた後日ね、ちゃんとお話ししようかなとは思っております。はい。というわけで、今回の配信はここまでにしたいと思います。はい。さっきも言いましたが、本日、今日は気が向いたら、本当に、私の体調と気が向いたら、ちょっとゲーム実況やろうと思ってますんで、はい。まあ、ちょっとあまり期待せずにお待ちください。現状はちょっと休むつもりではいますけど、うん、本当に気が向いたらね、やります。はい。それでは、また次の配信で、このタイミングで、またね、次の配信でお会いしましょう。バイバイ。